また外れ。退屈じゃの。数日前より感じている強者の気配。早く試合たいものじゃな。この気配の主と。この程度の炎でわらわを焼き尽くそうなど、冗談でも笑えんの。ほう、わらわを姉と呼ぶか。姉か、不思議と悪い気がせん呼びなよの。カッカッカッ、胸がときめいたさしょうね。ところで、いつまでわらわに抱きついている気じゃ？